平成29年8月21日、阿蘇市小里の阿蘇草原保全活動センターの情報館で、光インターネット体験会とパソコン操作相談会及びタイピング大会が開催されました。これは、阿蘇テレワークセンターが、阿蘇市の光網阿蘇インターネット光やパソコンに親しんでもらおうと企画したもので、 午前10時から午後4時まで開催されました。会場には、パソコン操作相談コーナー、阿蘇インターネット光体験コーナー、タイピング大会コーナーの3つのコーナーが設けられ、早速市民の方が、パソコンの操作やインターネットでの情報検索方法、見たい動画を探すにはなどの質問をしていました。また キーボードの入力のスピードを競うタイピング大会では、優勝者には、アソの一品を扱うネットショップ、アソモの商品が当たるとあって、参加者は真剣な面持ちで取り組んでいました。結果は、60代の女性が優勝。後日、商品が送られるとのことです。アソテレワークセンターの話では、今後もこのような体験会や、9月には2回、各2日間の日程で、 初心者向けのパソコン入門講座を開催するということです。